7番古城秀幸、立川13年ぶりに今回参戦。そして6番南部亮太、吉松の沖に乗っていって赤番過ぎには5番吉松が1番金沢を抑えて先頭に立っています。吉松土井、そして7番古城、6番南部亮太、バックで1番金沢龍司、今日は早めに攻撃を開始していきました。合わせるようにして5番吉松健二、3番土井沙央、さあ1番の金沢龍司できれるかどうか。吉松がペースに入れていまして、1番金沢は行ききれないか。3番土井沙央も牽制をしていますが、金沢龍司スピードに勝って最終周回先頭に立ちました。金沢、そして山田敦也、北日本勢が出まして、キラが離れて3番手には3番土井がスイッチしている。7番古城秀幸も流れに応じて、あとは2番キラと6番南部亮太、分かれた九州勢は後方です。1番金沢がロングスパートで先頭で、後ろは絶好4番山田敦也、さらに内をついて3番土井沙央も来るが、金沢、そして山田敦也、山田敦也差しかわして後輪、2着は粘ったか1番金沢龍司、外は迫って7番古城秀幸。